日本関東地方東京都江戸川区、清清町清清町は東京都江戸川区の町名。現行行政地名は精神町1丁目及び精神町2丁目。郵便番号は134-0087荒川と中川との合流点の東岸にある。町の全域が埋め立て地で、面積は0.9575平方キロメートル、区内で23番目に大きな町である。 町域の北及び東は西火災、南は新左近川を挟んで臨海町、西は荒川及び中川を挟んで江東区と隣接する。静清新町は区内で二十三番目に人口が多い町であり、五千六百三十四世帯一万三千九百八十九人が在住している。町内には都市基盤整備公団の住宅団地をはじめとした高層住宅が立ち並び、 遠目から見ても一際目を引く。しかし学校や公園などが整備されており、人口密度は区内48町中20位で、東葛西とほぼ同じである。海抜0メートル地帯に隣接するが、森土によって水面上に作られているため、水没の恐れはないとされ、水害に対する地域防災拠点に指定されている。住宅地の地下は、 2020年1月1日の工事地下によれば、精神町2-7-18の地点で40万8千円平方メートルとなっている。精神町の町域は戦後まで火災海岸堤防の外の浅瀬だったが、1972年に火災をき開発事業が始まった。埋め立てが完了したのは10年後の1982年で、翌年に火災クリーンタウンの入居が始まった。 江戸川区陸上競技場がオープンしたのは1984年で、それから20年後の2004年に、新査大橋が完成した。2000年代に IT 技術者を中心としたインド人が居住を始め、商業施設、パトリアには現地の食材等を取り扱う店舗ができた。2011年の東日本大震災では、液状化現象が発生した。事前の予測では、 液状化の発生が少ない地域とされていたが、14棟の住宅に被害が出て、中には大規模反壊などの深刻な被害もあった。車道や歩道についても、約 2km にわたって被害が出た。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、江戸川区では、 学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。静清新町の町域内に鉄道駅は存在しない。静清新町地域住民の利用する主な鉄道駅は隣接する西火災に所在する東京メトロ東西線の西火災駅である。なお、口述するが直通便の本数は少ないものの、都営バスで JR 東日本の京葉線火災。 臨海公園駅及び都営地下鉄新宿線船堀駅を利用できる。精神町で運行している路線バスは以下の通りである。なお、無料送迎バスについては口述する。精神町から4火災店への無料送迎バスが京成バスにより運行されている。江戸川区立精神第2小学校と江戸川区立精神第3小学校の合併による。 精神第三小学校の校舎をそのまま利用している。精神庁には141の事業所があり、1325人が働いている。大型のオフィスビルは存在しないためか、事業所数は48兆中37位、従業者数は33位で、ビジネス外としては小規模である。業種は、運輸業、卸売業、小売業、医療福祉、サービス業と、 情報通信業が多いようである。ただし従業員は、卸売業、小売業、教育、医療福祉、公務が7割を占めており、その他の業種の事業所あたりの従業員数はどれも業種ごとの区内平均を下回っている。8時台から18時台、1時間に1本のみの運行なので注意が必要である。出入庫系統のために、本数は多くなく、ダイヤも、 客の利用を考慮したものではないので注意が必要である。バス停名は南砂町駅入り口である。なお、大型ショッピングモールの砂もへのアクセスは、高等高齢者医療センター入り口バス停が便利である。錦市町駅前行は、精神庁健康サポートセンター前バス停に、臨海車工業は西葛西駅南バス停に停車する。なお、西葛西駅 南バス停から西葛西駅までは徒歩で5分ほどかかる。中佐根京バス停と中央、卸売市場火災市場バス停は臨海町地域の住民の最寄りバス停である。火災点とあるが、最寄り駅は西葛西駅であり、また最寄りバス停は都営バスの浮田バス停である。なお、無料造芸バスの精神町バス停は、都営バスの精神町に丁目バス停の資金にある。 ありがとうございます。